似てるところもあるんですけど、こう瓦の下の装飾が違ったりしてるのが面白いなと思いました。45年間、修学旅行と研修旅行を続けてきました。でその一番の理由は、韓国の人も日本の人も若者の交流を大切にしたい、その気持ちがお互い一致したから続いたと思います。북한이조금전새로운전략무기체계인중장거리탄도미